静か。いやー、なんておしゃれな空間でしょうか。すごい気象メーターが、なんでしょう、紙を見てるみたいな、和紙に投影されたような美しさがありますね。そして、合コンに行く人のためのマストアイテム、バイザーにミラーがあるのかな、ないのかな。それあるよね。おお、しかもライト付きです。合コンに行く人のためのマストアイテム、サングラスのフォルダがあるのかな、ないのかな。おっと、なさそう。でもどっかに置けそう、これ。いや、まあ小柄ではありますが、こんな感じでね、一応ヘッドアームレストはね、小柄ですがついてますね。この真ん中に座る人はちょっと罰ゲームになっちゃうから、ちょっとね、感覚狭いね。でもなんかね、すごいこの素材っていうんですかね、すごいなんか触り心地いいですね。すごい質感がいい、いいです、いいですね。ちょっとね、革っぽい感じ最高ですね。これはなんだ、ここも一応小物以来になってますね。なんかここ何入れるんだろう、スマホかな。こんなちっちゃな小物入れがあるんですね。すごい、指一本分ぐらいしか入んないんですけど。信号なの？ここは何？行っていいの？信号じゃないのか。まもなく大山加内町を大きく左方向で、その先左方向で、さらに分岐が続きます。大きく左方向です。いや、なんかアクセル踏んでる感覚がないんだよな。左方向で、その先斜め右方向で、さらに分岐が続きます。なんかね、やっぱりね、なんか浮遊感があるね、本当。左方向です。
仕込めってことか。まもなく斜め右方向です。その先400メートル先右方向首都高速入り口です。斜め右方向です。わあ、なんか変な感じするな。いやー、1年ぶりぐらいですかねにフィットに乗りますか。なんかあれだな、ワイパーがすげえタラバガニだな。クイックだね。何これ、シンプルパワーブロー。付近です。まもなく目的地付近です。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。この先、本線に合流します。ああ、キックダウンすると結構エンジンの音が割と明らかに出るね。ああ、このなんだろうな。浮遊感なんか味わったことない感覚ですね。というわけで、本日は、ホンダのフィット4、これはホームですね、本当にベーシックなフィットの新型フィットの、ホームに本日は乗って首都高 C1 をぐるぐるしようと思います。今道中向かっております。5号線上り方面編ですね。さあ、まあ第一印象がやっぱり1年前と比べて、同じですよね。あのなんか浮遊感、なんだろうな、やっぱちょっとエンジン車じゃないっていうのは伝わってきますよね。なんかちょっとまだアクセルペダルが踏み加減が慣れてないというか、なんかね、まあね、直前まで乗ってたのがマツダのデミオ 15NB のマニュアル車なんでね、そのアクセル感覚とはやっぱり明らかにちょっと違う、違う生き物みたいな感じですね、これはね。なんかね、そうデミオね、ちょこんとね足乗っけとくだけでこうね、トルクがグイグイっと行くんですけど、これが割と踏み込んであげないと前進まないようななんか感覚がありますね。かといってね、ノート E パワーみたいくね、なんでしょうね、ワンペダル的なこう感じでもなく、まあそこはガソリン車っぽさも残ってはいるかな。まあ、フィット3のハイブリッドもあったじゃないですか。あれはね、やっぱあれと比べてもやっぱ劇的に違いますよね。フィット3のねハイブリッド僕は結構好きでね、2013年の発売からね2019年まで6年ぐらいあったのか、
結構乗ってたんですよね。やっぱあの DCT がね好きでね、まあちょっとね、まあ出足のところもギクシャクしてましたけど、やっぱなんだかんだ言ってやっぱりね、段付きのギアがやっぱ最高だなっていう風に思ってね、大好きだったんですよね。それとまあ比べてしまうと、なんかフィット4のこの EHEV でしたっけ、はなんかちょっとなんだろうな、不思議な感覚だなって思いますよね。そこをどう取るかかな。先代のねハイブリッドとか他の他社のねハイブリッドとから乗り換えると、ちょっとなんか、あれなんか不思議な乗り味だなって感じることはあるんじゃないかなとは思いますね。すごい乗り心地はねいいんですよね。今も結構割と突き上げの大きそうな段差を乗り越えてますが、尖ってるところはないし、むしろね、なんかねふわふわしてる感じはしますよね。なんかね、ホンダ車って言ったらちょっとね硬そうなイメージもあるんですけど、ここはなんかね、ふわふわしてる感じありますね。このフィット4でね、ちょっとねフィットシリーズのね思想が大きく変わったとは思うんですよね。ちょっと暑いね。これ消えたかな。このエアコンのね操作のしやすさはいいですね。やっぱ物理ボタンなんでね。お、いいじゃないですか。おー、いいですね。こういうカーブはね、あ、全然なんか、あ、今のようなね割と大きめなカーブはなんかこのコンパクトカークラスっていうんですかねを考えると全然あれですね、安心感はありますね。デミオの方がむしろねちょっとお尻振るんじゃないかっていう瞬間がね結構あるんでね。でもそれあれか、これや柔らかいからかな、そう感じるのはね、柔らかいからあれかな、柔らかいんですよね本当ね。だからねデミだとちょっとね硬いんで、結構ね割となんだろうね、ダイレクト、路面のダイレクトさっていうのはね結構直で来るんですけど、そうね。いや、こういう今ねちょっとね、まあちょっと加速するわけじゃないですか。これがねなんかね浮遊感がありマクリースティどうでもいいことを言っちゃいましたけど、今まあ EV モードなのかなこれはね、 EV モード、まあでも基本 EV かこの車ってね。まあ、エンジンが動き出したか、いや分かんないね本当ね。いつねハイブリッドモードになったかっていうのはね分かんないんですけど、それはねすごくね乗り心地的にはいいと思うんですけどね。ただどうだろうな、運転して面白いかっていうとどうだろうね本当。まあね今ね目の前にアリストかな、アルテッツァかな、どっちだろうね。ああいう車乗ってる人は例えばねフィット4急に変えるってなるとちょっとどうかなこれね。いや浮遊感はね最高なんですよ。浮遊感ね、浮遊感は最高だしね、まあエンジン音しないし、ただエンジン音しないんだけど結構割とノードノイズちょっと結構入ってくる方かな、どうだろうね。なんかね今もねまあこうやってね、なんかね車を操っ
ってる感触がね、なんだろうな、なんかね、ガソリン車と別の感覚でこう操ってる感じがありますよね。なんて言えばいいんだろうね、本当ね、この感覚は結構お初かも。ちょっと振り返すか。おお、エンジンはね結構高まるんですけど、なんかあれですね、速度がついていかない感じがありますよね。なんかフィット3のハイブリッドってすげえフル加速が速かったじゃないですか。なんか何秒、6秒7秒ぐらいだったかな、あの0-100のねフル加速。なんかそれと比べると今のガボーンってね、こうエンジンが高まるんですけど、それがスピード系についていってない感じはありますよね。B モードにすると回生ブレーキが効いてるのかな、一応エンブレっぽい感じはしますね。だね、このそうだな、いやーね、まあテスラとかね、完全電気自動車に結構乗り慣れてると違和感ないのかな、このねフィットはね。どういうわけかね、そうね、なんかね、ずっとね、フィットしない、フィットしないって言ってね、なんかね、ちょっとね、フィット4乗られてる方には申し訳ないんですけどね、ほんとね。てか、ね、ダジャレ言ってんのかって思われちゃうかもしれない。フィット乗っててフィットしないっていうね。ダジャレかよっていうね。いやーそうなんだよな、なんかな、電気自動車のこれ感覚なのかね。まあもうちょっとね、まだね、首都高地は、そういえば入ったとか言うのを忘れてましたけどね、首都高地は入ってきたんで、まだまだね、トラップ満載の地はをちょっとフィット4で味わってみようと思いますが、一旦、汐留ぐらいのカーブになってきます。安全運転ですね。スル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 行く感じだね。なんかスローリスローリ加速する。なんかそうね。でも乗り心地はいいっすね。操縦性もね、まあもちろんいいし。今もなんかな、奥の方でエンジンが回る音がしたんだけど、スピードに乗ってる感じじゃないんだよな。いいんじゃないですか、なんか。後ろからすげえ速く車が来てるから早くどけてあげないと。あーでもいいね、浜崎橋のねカーブも、いいっすね。全然ケツが引っ張られる感じがない。デミオだとこれがね
ちょっとね怖いんですよ。まあね、ノーマルで乗ってますからね、何もこうチューニングしてないからかもしれないですけど、いやすごいな。とは今晩も、首都高名物の工事がすごいね。いやでもなんかね、エンジン音がねこう回ってない感じがなんか新鮮ですね、ほんと。うん、でも静かにこうね、こうなんだろうね、魔法の絨毯がこう動いてるような感覚なんですかね、これがね。アクセルペダルの加減がちょっと分かってきたかな。結構やっぱ若干、そうね、意識高めにこう踏んであげた方がなんかちょっとしたこう速度の加速感が、出るかな。いやクリーミーですね、ほんとね。クリーミーまみだね、ほんとね、クリーミーまみ。インテリアはね、なんかね、そう、リビングにいるようなね、感じにさせてくれるのは、やっぱなんかいいですよね、なんか。くつろいで、こう、ドライブ、ね、できるというか、まあ、C1 をね、夜景、まあ、楽しみながら、なんか音楽聴きながら、なんかこう、静かにね、で、なんか、いいインテリアでね、ドライブするっていうのは結構おつなんでじゃないですかね。ああ、今ちょっと坂なんでね、スピード落ちてきたんで少し踏んであげたんですけど、やっぱなんかねいいですね。なんか電気モーターが加速してるぞって感じはしますね。なんか電気モーターの感覚掴んできたかもな。なんかやっぱ鋭いですよね。なんか慣れればやっぱり楽しいかもしれないですね。フィットフォー。おーちょっと。フェリー乗ってるような、なんでしょうね、結構なんかやっぱフファしてますね。そっち方面行きます、本田さん。ね、ちょっと B モードにしてみようか。幾分なんかね、元気ですね、やっぱ幾分だな。でもしかし結構ロードノイズ高いからね、なんか窓開いてるのかなと思っちゃうんだけど、あれかエンジンがね動いてない分ね、気になるノイズが
出てくるってことですかね。およそ500メートル先2番目の出口です。あれですね、緩やかな上り坂はしっかりなんでしょうね、少なくともガソリン車よりは踏んであげないとちょっとあんまり進まないですね、こういうところとか。お、結構ね、デミオの感覚だと割と回転数がね、グワーンって上がってるようなぐらい踏み込むのがなんかちょうどいいぐらいな感じですかね、これね。まあね、そう、回転数でやっぱ僕は認識してんだろうね、やっぱり。さあ、もう終わりですか。さあ、首都高 C1 グッバイ。グッバイか。